角王山というところに来ました。これからちょっとお散歩をしつつ、いろんなところを巡りたいんですが、歩く前にやっぱり腹ごしらえだよねということで、名古屋といえばこの方、ご機嫌日本ご機嫌化計画、そのうち世界なんですよね。そうです。ロック泉奈緒さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今日の午後は奈緒さんにいろいろご案内していただくんですけれども、はい、ようこそ名古屋。まず連れてきていただいたのは串カツ。これは何ですか？何ですか？こっちが味噌で、あとここの定番のカレーです。あ、定番の方がメインなの？うん、こっちがカレーはここ以外やってないんだけれども、ここに来たらカレーみんな頼んだら。なんかこうカレーの色が家庭で食べるカレーの色のような気がする。確かにね、はい、だよね。でここ串カツ屋さんなのに、お店の名前がタコ八なんです。たこ焼き屋なんかトラップだね。たこ焼きがあるかと思いきや串カツっていう。そうですか。じゃあちょっと食べてみましょう。どうぞ。じゃあ食べて、じゃあこっち先行ってみようかな。どうぞ。食べて。すごい食べやすそうなサイズ、これカレー味ですね。うわ、熱そう。いただきます。いいよ。はい、ビールをください。グラスは2つでいいですか？はい、あ、じゃあ一口だけもらいます。うん、なんかおやつでしょ。これビール欲しくなるね。ちなみに奈緒さんはもうビールが好きなんです。大好き。でも最近ね、赤ワインいけるように。え、どうしたの？わかんない、大人になったのかな。ちょっといけるようになりました。でも青森が基本飲みます。青森が一番好き。そうなんだ。ありがとうございます。来ました。じゃあとりあえずお散歩の前に奈緒さんとビールと串カツで、元気をつけたいと思います。はい、